土屋秀とは、日本の空手屋。中学時代は、空手部がないため陸上部に所属。群馬県立前橋工業高等学校から、帝京大学に進学。卒業後は社員に所属。1995年、1997年、1998年、全日本選手権青年男子型で準優勝。1998年、フランスで行われた第一回世界。 大学空手道選手権大会に出場し男子型で優勝。1999年、全日本選手権青年男子型で3位。2000年から2004年、全日本選手権青年男子型で5年、連続優勝。その間、2001年、マレーシアクアラルンプールで行われた第5回、アジア選手権に日本代表として出場し男子型で優勝。2003年、 国民体育大会に群馬県代表として出場し、一般男子個人型の部優勝。日本空手テ賞東海全国大会で青年男子個人型で優勝。日本スポーツ賞優秀賞受賞。2004年第6回アジア選手権に日本代表として出場。男子型で台湾のリータ、チューンを破り優勝。第22回全日本実業団空手道選手権。 大会系試合男子個人戦で優勝。国民体育大会に群馬県代表として出場し、青年男子型で地元の片田隆史選手に敗れ準優勝。2012年、2013年、国際交流基金によってサウジアラビアに派遣されて空手の指導を行っている。ありがとうございます。